次に国田圭司君。国田君、質問します。不動産特定共同事業法というのは1994年に制定されました。当時、不動産流通や不動産投資をめぐってどのような問題があって法律を制定したのか、なぜ事業を許可制としているのか、この根本についてまず大臣にお話しいただきたいと思います。太田大臣。投資家から出資を受けて不動産取引を行ってその収益を投資家に分配する事業というのは、昭和62年ごろ、1987年ごろから行われたようでございます。これが平成3年ごろに、経営基盤の脆弱な事業者が倒産をしまして、投資家の資金が回収できなくなるといった深刻な被害が発生しました。91年ということになります。そのため投資家保護を図ることを目的に、平成6年に不動産特定共同事業法が制定されました。この法律では投資家から出資を受けて不動産取引を行うような事業者につきまして十分な財産的規模を有することや一定の資格者を配置することなどの要件を満たした者に限るということといたしました。このため、許可制を導入するということにしたものでございます。国田君。なぜそういう91年にそういうことが起こったのかというのがもう一つ言われませんでしたけど、やっぱりあれはバブル崩壊で起こったということが一つの大きな事象でしたよね。ですから私は今の考え方の根本にもう一つ多くの方々からも質問されましたけれども、その不動産をこの投機の対象して対象として、投機の対象としていいのかという根本がね今問われてんじゃないかと思うんですね。で先ほどの話大体説明聞いてるとね、40兆だ何十兆だって言ったらねもうバラ色に大体描くわけですよね。大体政府が物事を規制緩和してバラ色に描いたときには何が起こったかっていうねもう今までの歴史の反省を私はしなくちゃならんというふうに特に思っているものですから、そういう角度で私がものを言っているということを知ってまずほしいと思います。で現行法では資本金1億円以上など一定厳しい協会要件を確かに設けています。で大手不動産会社に限って、事業を認めていると。で許可を受けた不動産会社は自らの責任で開発を行い利益を投資家に分配すると。ところがですね、改正案ではこの規制を緩和し一定の要件を満たす特別目的会社 SPC ですねについては届け出のみで事業を行うことを認めると。なぜ許可制から届け出制に規制を緩和するのか、この点についてもお聞きしたいと思います。鶴房副大臣。先ほど来ご答弁申し上げておりますが、これまで、現行の不動産特定共同事業の仕組みで、は投資家の収益が投資対象不動産のみならず他の事業からも影響を受けるため投資家にとって使いづらくなっておりました。このことを避けるためということでございますが、具体的にはその SPC におきましても委員ご懸念のようなですね、許可制届け制にしたという規制緩和ではありますけれども、これを器というふうにご理解をいただきたいと思います。その SPC に対して業務のすべての委託する不動産特定共同事業者におきましてはこれらを許可制とさせていただき、ご指摘の投機的取引の抑制等々についてもですね、これらについては指導させていただくという方針で臨みたいというふうに考えております。国田君。もう少しくっきり言ってください。聞こえへんねやわ。もう一つマイクをうまく使っていただいてと思います。ただね、私ね、先ほどからずっと話聞いてるとね、このやり方の問題の中心は何を目的にしているかというと、局長から答弁やったように収益性に常に着目してるんですよね。それは何回言ってもね、常にそれはあるんですよ。
だからそこに大きな問題があると。そうするとね、まちづくりなんかの場合に収益性が目的でいいのかっていうことになっちゃってしまうんですよね。だからこのようなやり方をしなければならないのかというのは疑問だと私は考えます。そして公共的な部分が一定の予算を出してですね、住民の意思を入れてやれば済むことだと思います。ですからこのやり方でいけば無責任な開発事業が進み投資家被害が生じることになるんじゃないかという危惧をせざるを得ません。でそこで、SPC は特例事業を行うといっても、ペーパーカンパニーで実際の開発事業や不動産の取引、販売勧誘は委託すると。で、倒産隔離されてプロ投資家にメリットにあるように言うけれども、事業をする側にとっては責任が軽くなり、リスクは、投資家に負わせることができると。大手不動産やディベロッパーに非常に恩恵の大きい改正だと私は考えます。そこで法改正によって耐震化や老朽不動産の再生へ民間資金が入るというけれども、今回導入される倒産隔離のスキームの対象になるのは中古不動産だけか、それとも新規建設も対象になるのか、簡単にお答えいただきたい。佐々木土地建設産業局長。お答えいたします。今回の改正スキームは、建築物の耐震化やあるいは老朽化した建築物の再生と、こういったこともございますし、あるいはその遊休土地等の不動産の有効活用を図ると、こういったこともございます。で従いまして、こういった法改正の趣旨に鑑みましても、この改正後の仕組みの対象となるのは、必ずしも中古の建築物の再生ということに限らず、遊休地などを活用した新建設、こういったものも対象になるものと考えております。国田君。先ほど来の話聞いていてもね、何かそのすぐそのなんていうのかな、その耐震化だとかそういう施設の話するんだけどね、やっぱり新規事業も含めて対象になるということは明らかであって、でやっぱりその意味で言うと大手不動産だとかディベロッパーが好き勝手できるようになるということ自身については私は あると思うんですね。と言いますのはね、この今ね、この法律の第一条目的によればですね、この法律は不動産特定の共同事業を至るものについて強化制度を実施して、その業務遂行にあたっての責務等を明らかにし、及び事業参加者が受けることのある損害防止のために必要な措置を講ずることにより、その業務の適正な運営を確保し、もって事業参加者の利益保護を図るとともにとなっているわけでね。ですからそういう意味でもね、私は現実に法改正後もですね、不動産の活用する事業は、現行の事業についてはですね、仕組みは再生に向かないということからしているんだと思うんですけれども、そこでね、今回新たに追加される特例事業というのは、リスクが高いから、投資のできるプロ投資家に限られるということになっています。プロの投資家といってもね、はっきり言うと、大手の不動産や、大手の大銀行や投資信託銀行だとか言ってですね、それらがプロの投資家なわけですがね。で、2月に成立した補正予算によって、耐震や省エネ性能に優れたビル改修や建設に出資する官民ファンドが設立されました。このファンドの投資も受け入れることができるわけですね。佐々木土地建設産業局長。お答えいたします。ただいまお話しありました補正予算で創設いたしました耐震環境不動産形成促進事業は、国が民間投資の呼び水となる資金供給を行うことによりまして、民間の資金やノウハウを活用いたしまして、耐震環境性能を有する、良質な不動産の形成を、促進し、地域の再生活性化に資するまちづくりを推進しようというものでございまして、この事業の趣旨はまさに今回の法改正の趣旨と、共一にしているというふうに考えております。従いまして、今委員ご指摘ありましたように、改正後の不動産特定共同事業法による特例事業者、いわゆる SPC にこのファンドを位置づけるという方向で検討したいと考えています。国田君。
それで今皆さんにお渡しした資料の1ページ目にそれが載っています。官民ファンドには国交省から300億円、環境省から50億円、合計350億円の税金が積み込まれました。で、民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給するということで、回収建て替えしたらピカピカになってリートに売却できると、これがその図ですよね。そしてその大手不動産やディベロッパーや金融機関が儲けることができると、簡単に言えば、特定企業の儲けのためにこういう税金をつぎ込むことになるということは明らかであります。で、問題はですね、結局誰のための規制緩和なのかということなんですよ。2010年4月、不動産協会は成長戦略としての大都市の再生、地域活性化に関する提言、民間資金等の活用促進策というものを出しています、行っています。で、その中で不動産特定共同事業法に倒産隔離型のスキームを新たに創設することを求めています。提言の全体は不動産投資市場を通じて不動産2300兆円と民間資金、その中には個人金融資産1400兆円と機関投資家と、いわゆる銀行保険、さっき言った年金だとかね、ありますよね。それを循環させる不動産証券化を一層強化することによって大都市の再生と地域活性化、合わせて国際競争力の回復が実現し、我が国の成長を牽引していくものと、こう書いています。これが資料の2ページ目に書いているもので、ぐるっと回っていくということが書いているわけですよね。でね、その都市再生だとか地域活性化を掲げているけれども、結局今回の改正で最も利益を得るのは誰かと、同協会の主要メンバーである大手不動産、ディベロッパー、銀行や証券など金融機関、投資会社、ゼネコンなど大企業じゃないのかということを私は考えるんですが、いかがですか。太田大臣。これは大企業だけが儲かるとか、そういうお話ではないという認識をしております。今回の改正は有給地の有効活用や老朽化した、建築物の再生を促進することによって、建築物の耐震化老朽化対策や都市の再生、地域活性化などに資するという、極めて重要なものだと思いますが、それはそのまま町に、この大企業が儲かるというよりは、その町にとって、重要であるということだと思います。また、事業者は企業自体の信用力ではなくて、プロジェクトごとの優良性、収益性によって建て替え等を行うための資金調達を行うことが可能という、こういうシステムになっているというからいきますと、投資家にとって、これはいいということにもなります。そして自社の信用力だけでは資金調達の難しい場合が多い地方のですね、これは大きいところというよりも、地方の中小ディベロッパーにとりましても、こうした建て替え等については仕事ができるということも含めて、地方の中小ディベロッパーにとってもメリットがあると、こう考えますから、そういう点では大企業だけが儲かるんだとかいうお話ではこれはないというふうに思っております。国田君。この仕組みがなくても別に開発はできるということを言っているわけです。この仕掛けを提起したのが今3ページ4ページ目ですか、この資料にありますように、筆頭はですね、この不動産協会の関係者、三井不動産からずらーっと並んでいる、こういう人たちがこの内容を提起したということは事実であります。そして、法改正によってですね、国交省が資料で出しました不動産証券化実績の推移でありますように、年間1800億円の事業実績が5000億円に増えると試算をしています。これほどの、額の大幅増の中心になるのは大企業であることは確かであります。もちろん地方で必要な耐震化やそれから建て替え事業を行うことに対して言うならば、私は町づくりの計画に位置づけてですね、国も地方も地方自治体も協力して進めればよいと考えると
考えるわけであります。問題は今言いましたように不動産証券化協会の提言を受けて当時の民主党政権は不動産投資市場戦略会議を設置し8回にわたって不動産ファイナンス協議会不動産証券化協会森ビル三菱地所その他投資会社などからヒアリングをしています。でその同年12月、報告書を取りまとめましたけれどもその内容は今述べた不動産証券化協会の提言に沿ったものになっています。そして昨年通常国会に不動産特定事業法改正案を提出をしたと。で衆議院解散で廃案になったけれどもまあ政権復帰した自公政権が改めて、今通常国会に改正案を提出したとこういう結果になっているんですね。だからよくよく見るとねその中身がどういう内容でしかもどういう形で行われてきたかという経過を見ますとね一目瞭然なんですよ。したがってその内容の大臣は一生懸命中小企業中小企業言ってはりますけれども大手ディベロッパーの意見ばかり聞いていたんじゃないのかとこんな入れ方いいのかってことについていかがですか。委員長、鶴保副大臣。今回の法改正にあたっては有識者や関連業界などから幅広く意見を聞かせていただいております。具体的には平成19年5月の社会資本整備審議会第二次答申において不動産投資市場の今後の在り方につき関係者との対話と自主的な取り組みを促す場を持つことが必要との認識が示されたことを受けて行政、有識者、金融、不動産等の関係業界からなる不動産投資市場確立フォーラムというものを設立させていただきました。このフォーラムと先ほどご指摘の不動産投資市場戦略会議の報告書を踏まえてですね中小事業者に対するヒアリングを行いまして、まあ、その結果法の本法案改正に対する要望が強く今回の法案改正に至ったものと理解をさせていただいております。国田君。おっしゃるようにねその不動産投資市場戦略会議におけるヒアリング関係者のご意見というのを見ましたけどね1回から8回までやってますよ。でそれを見ますとねその少なくともねその東京海上アセスメント投資会社それから不動産証券協会、そして、大阪ガス、それから東京証券取引所、等々、桜総合事務所、三菱地所、信託協会、もうこれ見てもね、そんなそれは少しはそういうこといるというふうにおっしゃいますけどね、ほとんどがね、こういう内容になっていて、要旨もですね、意見を述べているのはまさに、大手事業所ばかりであることは、これは、発行している資料からも明らかなんですよね。だから経過を我々言ってるのはどういうものが出されて提案が出され報告書が出されているかとその基礎になっているのは何かとその意見を聞いたのはどうかってこの3つの点から私言ってるわけであります。そこでねその経済成長のため不動産投資市場を拡大したら何が起こるかとで特に問題なのは投機とバブルなんですよね。で土地や建物等の不動産は人々の生活や地域経済の基盤であります。投機の対象とすべきではありません。ところが、今回の法改正により、新たな資金が不動産投資市場に流入し、不動産の価格が投機によって乱高下し、市民生活や経済生活に悪影響を及ぼす恐れがある。今、安倍内閣の異常な金融緩和で、あふれ返ったマネーが不動産投資市場に流れ、不動産価格も上がり始めていると、まあ、完成バブル、Jリートバブルと呼ばれる様相を呈していると、これは報道されている、エコノミストその他の雑誌も報道しております。まあ、このような時に、国土交通省が不動産証券化によるところの不動産投機、バブルに拍車をかけるべきではないと私は考えます。で今回の法改正によって、一定の要件を満たせば誰でも、不動産特定共同事業に参入できるということになりますから、投機目的のファンドが参入することも可能になるんではありませんか。佐々木土地建設産業局長。お答えいたします。まあ、一般論でございますけれども、ファンドが事業に参加する方法としていくつかございまして、まあ、一つはそのファンド自身がまあ SPC になるということが考えられます。
またそのファンドが SPC を設立する母体になるということが考えられます。まあ、しかしこうした場合には、SPC はあくまでもその不動産の保有のみを目的とするものでございまして、実際の売買等は行いません。そういう意味では、その3番目にそのファンドが不動産特定共同事業の許可を得て SPC から業務の委託を受けるという場合がまあ実質的な意味を持つということになるわけでございますが、この不動産特定共同事業を行おうとする場合にはこれは許可制になっております。でまた法律上も投機的取引の抑制に配慮する義務が課せられております。で従いまして、まあ、疑わしい取引等があれば立ち入り検査など必要な監督を行ってまいりたいと思っております。小北君、後でいくらね、その立ち入り検査するなんて言ったって参入できることは事実なんですよ。で局長は先ほどね、経済情勢についてのついて 実際のあるからまあ土地の値上がりっていうのはバブルにつながらないという話をしてましたけど、そんなことないですよ。今南青山でね、長年塩漬けになっていた土地が超高値で落札され話題になっています。土地の一部を持つ都市再生機構の入札で落札した不動産会社は村上ファンドで有名な村上氏と関係の深い会社であります。虫食いの土地を異常な高値で購入したのは周辺を地上げして再開発するつもりだろうと、まあ、巷で言われているわけですね。大体ね、UR がね、バブルを誘発させるような高額取引を行っていいのかという批判まで起こっているわけであります。で、そこでバブルはなぜ起こったかと、元国土庁次官で、その後、参議院議員を務めた清水達夫氏は、1994年の著書、バブル減少と土地住宅政策、これ持ってきました。でここでこう言ってるんですね。国を挙げて民間活力、規制緩和、内需拡大を進め、余った金が土地、不動産に流れ込み、物価上昇、バブルが起こったと述べています。今、安倍政権の経済政策は、瓜二つと言わなければなりません。大臣に聞きたいと思います。政府は、不動産インフラ投資市場の活性化を強力に進めています。今回の法改正にとどまりません。昨年、当時の民主党政権が、日本再生戦略に位置づけ、昨年12月の不動産インフラ投資市場活性化方策に関する有識者会議報告で、PPP、PFI の活用、官民ファンドの創設、J リートの市場の活性化、J リート運用資産の対応化などが提言されています。総選挙後、自公政権が復活して、これらの施策をさらに強力に進め、国を挙げて不動産投資市場を拡大しようとしている。私は政府が投機やバブルを再燃させていいのか、本来投機やバブルを抑えるのが政府の仕事じゃないのかというふうに思いますが、いかがですか。太田大臣。かなり見解の相違というか誤解があろうかというふうに思いますが、不動産バブルは実際の不動産の価値にかかわらず不動産の売却益のみを狙った投機的取引によって資産価格が実体経済以上に高騰してしまうというそうした状態であると認識しているわけです。本改正はですね、有給地の有効利用や老朽化した建築物の再生を促進するということによって、これは大事なことです。建築物の耐震化老朽化対策や都市の再生、地域活性化などを図るものである。これによって不動産の収益性を向上させ、それに見合う不動産の価格の価値の向上分を投資家に配分をしていく仕組みが、でありまして、実体経済を反映した資産価格が実現するということが大事なことだと思っております。このため今回の改正におきましては、ご指摘のような不動産バブルを生じることはないとこのように考えているところでございます。小北君。誤解はありません。そうすると誤解があるとすると経済界の多くの方々の半分方々がこの問題について疑問を持っておられる方が全部誤解しているとなるわけですね。しかし歴史はそうではなかったことがはっきりしています。あなた方がやった政策が見事にバブルをもたらし、それが破綻したという歴史的事実を想起しなければなりません。しかも私はこの清水さんとは明らかに考え方は違いますよ。でもバブルの時代に次官として行った施策とその反省という点では参考になります。でこの方は我が国では土地の投機的取引が時価の高騰、地価の高騰、
土地利用の秩序の混乱等、国民生活に大きな弊害を及ぼしてきたことは否定しえないと述べてるんですね。そして土地禁法、1990年ですけれども、土地は投機的取引の対象とされてはならないということで、第4条にわざわざ書かれています。私は国を挙げてですね、異次元の金融緩和を行って、税金もつぎ込んで、で、さらに不動産証券化を行って、不動産投資市場を拡大をすると。そして、まあ、経済成長を図るというやり方が進めれば、まあ、必ず不動産投機バブルが再建する、再燃することになるという可能性は否定できないと思っています。大都市への集中を進め、不動産価格の乱高下で、住民の生活や中小企業の影響に悪影響をもたらす恐れがあると。そして、結果として大手不動産会社やディベロッパーの要求に応えて、不動産証券化を拡大し、投機やバブルを再燃させる、そういう本改正案については賛成、反対だと。しかもそのことは必ずや歴史が証明するだろうということを述べて終わります。笑ってるのに今のうちだぜ。これにて法案に対する質疑は終局いたしました。これより討論に入ります。討論の申し出がありますので、これを許します。